はい、皆さんどうもおはようございます。今日も昨日と同じところ、そうですね、3時間ぶり4時間ぶりぐらいにまた戻ってまいりましたが、濁りがねすごい進んじゃって、こんな感じです。台風後みたいな感じで白濁しちゃってますね。これを好きな人もいれば嫌いな人もいるんでしょうけど、僕は基本的にはあまり好きじゃないですね。はい、ではねちょっとやっていこうと思います。ゴミもちらちらありますね。で、今ね、夜からやってらした3人のアングラさんにお話伺ったんですけど、結構ね、厳しかったみたいで、なかなかね、なかなか辛い夜だったようです。うわぁ、予想通り13度、上がってます。昨日ここにね、YMCA さんと来て、ちょっと やらせてもらったんですけど、久しぶりに。思ったよりボラが少なくて、そこまでなんかボラがボフ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 追われてるような感じが意外となかったっていうね。で、思ったより風が出てきましたね。なんでそんなに長くやらずに撤退した感じです。はい、今日は弟で誘っていこうかと思います。スラムドッグモンスター、久しぶりにちょっとドラッグ強めにしていきます。よろしくお願いします。タックルは昨日と一緒でブリストメンダバール 89M に、エクセンス DC ですね、1個古いやつです。風はそうですね、これ 4,5 メーター吹いてるかもしれないですね。普通の小さいシーバス船だったら出船が出れないような感じ、いやもっと吹いてるかな、 6,7 メーター。家の出るときはこんなに吹いてると思わなかったんですけど、結構吹いてますね。結構この岩の後ろ H の横の棒の部分からそれを乗り越えてしっかりと流れが入ってるんで釣れそうなんですけどね。水温も上がってるし、イナッコもいそうだし、ちょっとブレーキ上げるか、ブレーキもう一個上げます。ちょっと風が強い。なんだ、風と流れが完全に逆行してますね。これ時間逆行フリーズですね。おっ、おあ、ちょうどあのスラムドッグモンスターサイズのイナッコが一匹はぐれてます。おもろい。うわー、やりにく。でも僕が来る前に9時前かな、なんか2番 H ぐらいのところで1匹あげてる方がいたっぽいんですけど、ちょっと僕はねいなかったんですけどね、 YMCA さんがいたらしいですけど、シーバスだったかどうかはちょっとわからないですね。さあ、このトップウォーターを見つけてくれるかどうか。で、音割りのね、この強いスラムドッグモンスターでやってるんですけど、なんかもう秋のつもりでやってます。春のマイクロベイトパターンっていうか秋のつもり。ただ昨日あの H のあそこの岩の角のところのところ、曲がってるところですよね、岩のにめちゃくちゃあのマイクロベイトがブレてまして、それを15センチから20センチぐらいの何かが一瞬食べてるんですよ。一瞬この城のようにも見えましたけど、まあ多分ボラだと思うんですけど、あのボラとこの城ってちょっと動きがなんか機敏さが違うじゃないですか。どっちかっていうとあのこの城のようなキビキビ感だったんですよね。だからうん、この城なんじゃないかなと思ったんですけどね、沖にはこの城入ってるらしいので、まあたまたま来てくれたのかなって気がしないでもないですけど、
アングラーさんは浦安側はですね1名2名3名4名5名6名6名三宅川から河口までで6名ぐらいです。だから全然少ないですね。人はガラガラの状態です。日曜日にしてはですね。はい、まあ、一応ちょっとこの辺でね8月31日8時11分12分になろうとしておりますけども、私今日もバイトが忙しいのでこの辺でね終わりにさせてもらってもうちょっとだけやってバイトに行こうかなと思います。水温上昇はねいいかなと僕は思います。めちゃくちゃただ濁りがすごすぎるのでちょっとねどうなのかって気がしますけどもうちょっと落ち着いてくれた方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。はい、ではまた明日よろしくお願いします。皆さんも週末ラストですけどいい釣りをしてください。また357は渋滞しております。千葉に向かうやつが渋滞してます。はい、失礼します。